日本人を拒絶したホテル、中国人に絶賛される。雲南省阿賀にあるホテルが日本人の利用を拒否したことで営業を一時停止する事態になった。ネットで絶賛の嵐が吹き荒れ、花などを送る人が続出してロビーが埋まってしまったからだ。中国メディアの中華網が伝えた。騒ぎがあったのは6日だった。中国人女性が日本人を連れてチェックインしようとしたところ、ホテルの担当者は登るでは日本人は一切受け入れていないなどとして宿泊を拒否した。女性が抗議すると担当者は警報を鳴らして出て行けと言った。同件が報じられると中国人ネットユーザーは次々に、民族主義を支持するわけではないが日本に対しては何をしてもやりすぎということはない、日本人はなぜ嫌われるか反省しなさい、南京も見習うべきなどとコメントを寄せた。そして多くのユーザーがホテル側の気骨を評価して同ホテルの宿泊を予約をした。しかし多くは宿泊するつもりがなくホテルへの賛意を示したかっただけと見られる。実際にホテルに現れた人はほとんどいない。またホテルに花その他のプレゼントを送りつける人が続出した。その結果ホテルのロビーは花その他の品物で埋め尽くされ見通しが効かない状態になった。ホテルは臨時休業を余儀なくされた。現地の登るは第二次世界大戦中のラモー東越の戦いの舞台として知られる。同戦いでは日本軍約5000人と中華民国と米国の連合軍の約7万人が戦った。日本軍は玉砕全員戦死したが、連合軍側は中国軍を中心に日本軍をはるかに上回る約1万3000人が戦死し約1万4000人が負傷したとされる。中華網記事は大きな波紋が生じたことで観光サービスでの文化関連の敏感さとビジネスの原則について深く考えさせられると評した。一部業界専門家からはグローバル化が進む現在、現地の感情と国際的なビジネスのスタンダードの間のバランスをいかに見出すかはそれぞれの観光業者が深く考えねばならない問題だとの声が出ているという。まだ中国にいる日本企業のバカ経営者さんたち見てる？俺の知ってる中国が戻ってきた。中国に行ったなら自己責任。こんなことされてもまだ友好のために報道は控えるの？友好なんて向こうはかけらも思ってないから、大々的に報じて本気で危険度が上がっていることを警告すべき。アバホテルは正しいわな。あと勝ちまくりだよな。シナツチェットの絵に沿わず、シナツチェットが勝手に不買運動してシーカンツチェットが来ないおかげでまともな客が増えたんだからなわら。中国での反日感情について外務省はほとんど警告していないね。日本政府は何も言わんのか？第二のトール州事件が起きんとわからんの？出ておこないけある。日本人は一度、なぜ自分たちが世界中から嫌われているのか自問自答するのが良い。日本を中国に変えると、世界が納得するわな。いやいや、朝鮮人でしょわら。日本人は世界で好かれてると勘違いしてる説があるよね。日本のホテルも中国人を拒絶しようぜ。大義がない。今度から中国人に物売るときは保安税とかで 100% 上乗せとかでよくね。日中友好なんてありえないわにしーん。経緯が全くわからん話だな。よほどの安ホテルなのか、何なのか。最初の一報が報じられた時にホテルの星が足らなくて日本人を受け入れられないと説明があったから、宿泊施設に外国人を泊めるには資格や設備が必要なんだろうね。